差とロッシが2秒4ということになっています。どうでしょう辻本さん、まあ差としてはまだまだ何か一つミスがあれば縮まるという。ただね、先ほどの周回もそうですけども、ロッシもペドロさんのタイムがいいんですよね。あ、そして今バーミューデンの後ろに14番のドプニエです。なかなかこう前に出してもらえない感じですよね。そうですね、このドプニエ自身は第10戦の